なんで日本はベーシックインカムやらないんですか。その給付金で1人当たり10万円っていうのが日本ってあったんですよね、確か。僕もらってないのでよくわかんないですけど、であれはなんでやらなくて、その GoTo トラベルとか GoTo イートっていうので何兆円も使ったか。別にその国民にお金配るんだったら毎回みんなにじゃあ100万円ずつとか配っちゃえばいいじゃんっていうのじゃなくて、あえてその旅行業者、旅行代理店に配りますとか飲食店に配りますっていうのをなぜやるかっていうと、そのまあベーシックインカムとか GoTo イート、GoTo トラベルっていうのは政府が決めるんですよ。で政府がなぜじゃあその旅行代理店にお金を配るって決めるかっていうと、旅行代理店から献金もらってたりするんですよね。あの全国旅行業協会みたいなのがあって、そこの会長が二階さんという人なんですけど、でその GoTo トラベルってあの旅行するとお金がもらえるという見え方なんですけど、正確に言うと旅行代理店として認定されている代理店経由の旅行に関してだけ税金で補助金が出るんですよ。なので近所のバス会社が、俺ちょっと近所回るツアー作るわ、GoTo トラベルの補助金もらえるかなって言うともらえません。あれは旅行代理店として団体に入ってる、その代理店経由で申し込みをした時だけ補助金がもらえる仕組みなんですよ。でじゃあ GoTo イートっていうのがなんでその特定のオンラインサイト経由で申し込んだ時だけポイントが入るか。例えばグルナビ経由で申し込むと、なんかあの1000円で食ったものが1000円もらえるんですけど、でも別になんかじゃあラーメン屋二郎とかで飯食って、なんで二郎だとお金もらえないの、別に同じ飲食店じゃんっていうのは、あれは飲食店にお金を配りたいんじゃなくて、グルナビにお金を配りたかったんですよ。あのグルナビの会長さんが菅さんにずっと献金してて、で今回なんか文化厚労省かなんかをそのグルナビの会長さんがもらったんですよね。でなんかね、それもらうと年間200万ぐらい毎年もらえるのかな。でそのじゃあグルナビの会長がその厚労省をもらった理由は何でしょう。そのグルメを広めたとか、そのなんか飲食を広めたとかでもなくて、あのねペア語を広めたらしいんですよ。なんかペア語っていう、なんか語をペアになってなんかあの打つのがあるらしいのね。そこのペア語協会みたいなのが、そこのあの会長さんの滝さんとかっていう名前にしてあったと思うんですけど、それを広めたのが功績として文化厚労省になって、毎年毎年200万円日本は税金としてその会長に払い続けるっていうのを決めたんですよ。いやなんかさ、そのあの普通に5を打つ棋士の人がもらうならわかるよ。そのなんかあの藤波さんみたいな、あのあとなんかあれ名前忘れちゃった、いやその割と有名なその囲碁の人とかがもらうのはペヤングじゃないよ、ペア囲碁、うん、ペア囲碁、はい、ペア碁でっていうので、そのあの棋士さんがもらうとかでもなく、なんかそのペア語で、ペア囲碁を発明した人が滝さんというわけでもないらしいのよ。そのペア囲碁協会を作っただけらしいのね。藤波は阪神、すいません、はい、まあ、いいや、藤原修光先生か、まあ、いいや、っていう感じで、その囲碁のじゃあ本当に強い人が渡すわけでもなくて、そのペア囲碁に何で渡したかっていうと、まあペア囲碁が日本の文化に貢献したっていうわけではなくて、要はグルナビの会長がずっと献金してくれてたから、それに報いるために菅さんが文化厚労省を出したっていうのと、あと GoTo イートもじゃあその飲食店だったらその二郎とかにも行くべきなんだけど、別に二郎とかどうでもよくて、グルナビにお金突っ込まなきゃいけないから GoTo イートっていうのを始めたっていうのがあるので、結果としてはベーシックインカムが何で普及しないかっていうと、ベーシックインカムってみんなに配るんですよ。なのであの給付金もみんなに配るじゃないですか。でみんなに配るっていうことは、献金してた人たちが損したことになるんですよ。要はその献金してない人もメリットがあるじゃん、ベーシックインカムだと。日本国民全員もらえますってなっちゃうと、献金してない人ももらえるわけだから、献金した人が献金損になっちゃうじゃないですか。なので献金した人が報われる仕組みっていうのを政治家はやりたがります。なのでベーシックインカムっていうのをやったとしても、政治家はそれはメリットに感じないっていう。